どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、三三講座ということで、実践にこれよくできる白の構えですよね。でこの時に、非常にこれ三三入るのがね厳しいよって今回お話なんですけども、この白ね、もうこれ白地じゃないのとかね、三三厳しそうだけどいざ入るの自分だったら勇気いるな、怖いな、なんていう方はね、ぜひ最後までご覧いただければね、ここに入れて怖くなくなると思いますから、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速やっていきたいと思いますけども、この手はね、結論から言うと非常に厳しい、この形の一番オーソドックスな狙いということになるんですけども、白はこの時に、下がるのか、このように打つのかというのがね、一般的な受けになるのかなと思います。で、こちらに受ける手はですね、基本的には黒跳ねることができれば OK なんです。これは大満足と思ってください。ここで、このようなね、流れがよく本に載っているんですけども、こうなってね、これもちょっと筋ですね。一応ね、繋ぐと取られて何もなりませんから、白もこれが手筋なんですけども、ただ黒としてはこれ取ってでですね、こうなればだいぶ白をぺしゃんこにできましたし、ここの黒の形もね、分厚い形になりましたので、こうなれば一般的には黒は大満足と思ってください。はい、ということで、白もね、どうしても弱い時はしょうがないってこともあるんですけども、ただやはりこの三三が厳しいよということになるわけですね。はい、でこれに対して、じゃあやっぱり一番怖いのはこうですよね。せっかく入ったのに取られちゃって何もならなかったなんてなるとね、やはり嫌ですから、この後の展開もしっかりと覚えていきたいんですが、ここで次に桂馬をするのがおすすめですね。ここに桂馬をしまして、一番怖いのはやっぱこう分断される点になるわけですが、これに対してはですね、このように打ちまして、で押さえた時にですね、もうこの場合黒が両サイドにいますから、これはチョキンと切ってしまえばですね、これ隅が生きる動向の前に白がまずね、目がないんですよ。これ押さえ込まれると白があっという間に取られちゃいますから、白多分出ていくしかないですよね。こうやって当たりつないで、でこうなればですね、今度はこっちの白の目がないんですね。なんでこれ一応攻め合いなんですけども、これはね、白がちょっと攻め合い難しいですね。まず黒の目取らなければいけません。こう打ってなんかね、置いたりして目を取らなければいけないんですけども、これつないでおきまして、でここで目を取るというとこんな感じですかね。こんな感じでちょっと渡って目取ろうと思うんですけど、するとこれも種石が取られちゃいますよね。これ3つ取れれば当然自然とこの白を取ることができますね。はい、ということで、かといってで、こちらから打ったりしていくのはですね、やはりこれもう攻め合いにギュギュギュと詰めてしまってもですね、こう打ってしまえばもうわずか2手しかありません。黒はまだこれ単純に出てる線が1、2、まだ4手ありますよね。はい、なのでこれでも攻め合いに十分勝つことができますよということで、この形はですね、チョキンと切ればもう隅が生きる動向の前に白を取ることができますよということですね。なので白としても打つのであれば、こちらにね、押さえるのが正しい形ということになりますね。で、ここで黒もちょっと注意が必要という局面です。この時に、ここで黒はですね、これ全部繋がりたいから、ちょっとこうもね、打っちゃくなるんですけども、これはですね、跳ね出されまして、ここでですね、切りたいんですけども、切ってもこのように来られて、これ2目取られちゃってるんですよね。こんな風に、押さえるともう切られて取られますし、緩めても押さえて、跳ねてもこれギュッと詰められてしまうと2手しかありません。白は3手ありますね。はい、なのでここはですね、攻め合いちょっといけない。じゃあこうやって渡ろうかななんて思うんですけども、これも連絡はできるんですけど、今度こっちが切れちゃうんですね。ここが、切るともう当たりでこの2個が取られてしまいます。ですからここでこんな風にね、戻るとですね、ここピンと継がれても、これはちょっと黒が苦しい形ですね。ここがまず下がれてるのも非常に嫌ですし、その後こんな風に広げましても、この形は羽から置いておけば、これ五目中での形ですね。はい、なのでこれ取っても緩めておいて、これは黒が取られています。で、白も一応外に出てますので、ちょっとこれは黒が苦しい展開かなというところになりますね。はい、ですからこの時に黒は、こちらではなくてこちらに打つのが大事な一手です。でそれから白が連絡を立ってきても、今度はこちらにコスむことができれば、この黒は生き形ですね。これは滑ってきても押さえて、で今度目のね、急所っぽいところに置いてきても、こちらに打てばここに隅に一眼作りながらこの一目を取ることができますので、これで白は生きることができていますよということになるんですね。はい、ということで
この形はですね、ここに置く手がやはり非常に厳しいよというところになりますね。で、白が遮ってきたら滑っておいて OK。で、こちらに来る分には基本的には先手で相手のね、地をぺしゃんこにできますから OK ということですね。もちろんこう打つのもありますけども、これには今度張っておいて、まあ、このように来たら、これまたね、まあここを先手でまず入れたのもね、十分嬉しいですし、まあ、場合によってはこういう筋でね、さらに眼形を狙っていくなんていうこともありますから、やはりこれもね、黒としてはまあ三々に入った効果が十分にあったぞということが言えるわけですね。ということで、まあ、この形のね、三々は厳しいぞということがね、ちょっと伝わったのかなと思いますので、まあ、白の立場としても、やはり今のような手がね、嫌だなと思えば、黒が来る前にしっかりと、こういったところですね、飛んでおくとか、まあ、隅下がっておくとか、このあたりの手を打っておかないと、一般的にはもうものすごい急所が残ってるなという形になるわけですね。はい、ということで、今回はね、三々講座ということで、よくできる三々、一つね、マスターしていただければと思います。やはりでも、こういうね、打ち込むで入られるのは嫌だけど、自分が入るのも怖いよなんて方はね、最初のうちはたくさんあると思いますんで、ただまあこれね、入って取られてでもいいから、自分がね、急所やられたら嫌だななんて思うようなとこっていうのはどんどんトライしていって、でまあ最初はね、実際急所っぽいとこ打ち込んでも逆に取られちゃうなんてことよくあるんですけど、そこで知識の幅が広がりますんで、まあ、失敗は恐れずにね、どんどん対局で使ってみてください。はい、では今回は以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ね、いろいろな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。